はい。はい、じゃあ次のページ。共有して次のページ。はい。で、この次のページです。はい。何だこれ？え、何だこれ？あ、そこ？なんか出てるよ。COP 立ち上げの思いと経緯、筑西市の給食をオーガニックにしたいという。2020年9月に議員さんのお話会を開始しました。しだらえみこさんと小倉ひとみさんと、まあ、私たちで、議員さんとの話し会を去年の9月に始めました。でそれはそもそも教育給食をオーガニックにしてほしい、あ、他いろいろお話があったんですけれども、まあ、給食をオーガニックにしてほしいっていうのと、オーガニックマルシェをやってほしいとか、ワクワクする未来を描いていける魅力が筑西市になってほしいとかいう思いがいろいろみんなの中から出てきて、で参加者の共通の思いから自分たち で実現できることで、かつ給食のオーガニック化への布石となる市民参加型オーガニックマルシェの開催を目指し、今あのこういう形でやっているっていう経緯があります、はい、で次のページ、オーガニックマルシェをやろうって、まあ、これは、はい、やろうっていうイメージです、イメージ、はい、はい。でこれちょっと繰り返しになるんですけど、マルシェのあり方、理想のマルシェって私たち COP の考えるオーガニック、理想のマルシェとはどういうものかっていうと、オーガニックが作る循環型社会で、それが子ども、農家さん、畜生士っていうのがぐるぐる回って持続可能な循環型社会を作っているっていうの方がイメージ図です。で子ども、農家さん、であと畜生士ですね、はい、まあ、そういうです、はい、次のページで、マルシェの目的と狙いとしては、あ、これが要するにそのマルシェ あのコンセプトにつながると思ってるんですけど、知ろう、話そう、つながろうって、まあ、知ろうっていうのはオーガニックって何、まず知る、知って問題点を認識し受け入れる、行動を変える、話そう、同じ思いを持つ人と共有、農家さんや出店者と直接話をすることで、農家さんの栽培法や農作物に対するこだわりや思いを聞くことができる。日々の買い物の行動を見直すきっかけになる。例えば今日本当に風のマルシェとか、ちっちゃいミニミニですけれども、直接あの生産者であるレインボーフューチャーの大和田さんが来て、その、あのピリカの話とか、ベビーリーフの話とか、もうそういうのを直接聞けることで、どんだけその美味しさもよりアップされるとか、やっぱそういうのが大事と思ってるので、その話そうっていうことで、まあ、共有できるっていうことを大切に思ってます。はい。で、つながろうっていうのは、つながり、助け合う関係性を作る。オーガニック農家さんの応援。消費者か、家庭や飲食店と生産者をつなげる。で継続的につながれる仕組み作りを目指す。で小さなマルシェも含め継続的に日常的に開催していくことをやっぱりあの最終的には目指していくということです、はい、でどんなマルシェ、次のページ、はい、すいません、はい、どんなマルシェにしたいか、これみんなとあの多分2月のこのお話し会で話した内容を反映してるんですけど、まあ、良いマルシェ、行きたいマルシェって、オーガニックマルシェのイメージって、おしゃれ、ハーブとかおしゃれな野菜、本物志向の薬漬けやな野菜ではない、美味しい、体に良い、自然、ナチュラル、伸び伸びしてる、心、体に良い、無農薬、環境に良い。で、それで、まあ、どんなものかっていうのが右に書いてあるんですけれども、雰囲気が良い、ゆったり、ゆっくり、風通しが良い、心身ともに癒される、心と体に心地いい、のんびり、大自然の中、静か、ガヤガヤしてない、混んでない、アットホーム、程よい距離感、で環境、関係づくりができる、出店者とゆっくり話せる、コミュニケーション、子どもが元気に遊べるスペースがある、フリースペースで音楽ライブなんかをやっている、飲食、雑貨のバランスが良い、日常的に開催、回数が多い、まあ、理想は毎週とか、固定の場所で必ずやってるっていうのがあればいいなって。で実際ある例として、うん、この青山ファーマーズマーケットっていうのは、もうもはやもう毎週末、青山の国連大学の前で開催してるんですけど、私が東京にいた頃は本当に
月1とか隔週ぐらいだったんですけど、今やもう全国からそのオーガニックの、出店者さんが、日本全国からさすが青山なので、集まってくるから、毎週違う農家さんが出て、毎週開催されていくまで大きくなった。まあ、それはもう代表的な、本当に雰囲気にマーケットになってます。で、あと、つくいちが、つくばで、第2日曜日につくば中央公園で開催されているのが、つくいちっていうので、で、次のページに、つくいちに私たちが行った時の写真が、見てるんですけど、まあ、こんな感じで、これは取材に行ったのは3月14日の日曜日だったんですけど、こういう感じで、ゆったりしてて、あんまりこう、ぎっちりしてなくて、なんか、自然な感じで、雰囲気良かったよね。うん。そう、なんか、そう、牛乳とか、リサイクル瓶を持ってきて、たらその瓶代おまけっていうかマイナスしてくれるみたいなのがあったりとか、そう。で、次のページ、このそば粉のガレット屋さんはぜひ11月にも来ていただきたいと思って、その場で交渉したっていう、そう。なんか一応出てくれるって、その場で、その場で美味しかっいいたのから、か。もう一応出てくれることになってます。そば粉と小麦粉は自分のところで無農薬で栽ああ、培されて栽培るされそうてる。そうなんそです。うなんはです。い、もうぜひ、ぜぜひっひていう感じで、私もが。はい。う、うん。二つ返事で OK もらってます、一応。かと思うと、なんかこの、まっすぐ立ってる、ほうき折ってる 人たちとかいたりとかね、雰囲気がとってもなんか、まるでパフォーマーのように立っていてね、すごいなんか面白かったんだけど、ほうき、すごい、何、ほうき折ってたんですよね。手作りほうき、すすごごくいいい、いい感じだったんですけど。で、ピクニックエリアとプレイパークで、まあ、だから子供の遊び場とか、あと参加者さんが自分たちでこういうテントを持ってきて、そこでテント張って一日くつろいでるみたいな感じも、すごくこういうのもいいなと思って、ちょっと真似したいなと思ってます。はい、で、次のページです。はい。ターゲットはオーガニックを知らない人。オーガニックを安心して買いたい人、興味あるけど続かない人、観光栽培の農家さん、収納を考えている人、健康や食生活に関心のある人、環境問題に興味がある人、子どもの将来に不安を感じている人、オーガニック商品を提供している、参入を検討している企業、まあ、これら、まあ、一応広く、捉えています。はい。で、まあ、次、グランテラスに開催するメリット、まあ、ここはちょっと簡単に、まあ、ハード的なメリットと、次のページ、お願いします。次のページ。はい。石の駅グランテラスで開催する意義ということで、まあ、グランテラスが相手なので、まあ、ここは一応ちゃんと書きました。北関東最大級の規模を誇るハイブリッド型道の駅で多様な設備があるって、2019年開業、新しくて綺麗、明るい、下館駅から周遊バスがあり、アクセスしやすい、広い駐車場、出店者及び来場者にすごい、が来やすい。スタバやコンビニがある、多様な客層が望む、見込める。で、芝生広場、子ども向け遊具があるって、家族連れが一日過ごせるって、ステージや多目的室があるって、サービスエリア並みのトイレの数が24時間、コインランドリー、コイン、シャワー、リラクゼーション室が完備されてところが、コンビニがですね、ローソンが撤退しちゃって、今なんだっけ、あそこ、セイコーマートになっちゃったおかげで、23時までの営業になったので、ちょっと夜中のコンビニのとかリラクゼーション室が利用できなくなったっていうのはちょっと残念なんですけど、まあ、一応この辺ではそういう、まあ、いろいろ揃ってるっていうのが言いたかった。で、キッチンカーなどを含めた多目的イベントに対応できる設備を持つっていう。で、ソフト的なメリットとしては、建設地区及び茨城県全体の特産物が揃う。県内外を含めた抜群の集客力があるって。筑西市を代表する観光スポット。幅広い年齢層に訴求できる。オーガニックを知らない立ち寄り客なんかもいる。情報発信の場、筑西市の取り組みを訴求できる。まあ、つまり、それでまとめると、充実した設備と集客力と話題性ということで、グランテラスでやりましょうという感じで、この辺は強く言いました。はい。次のページで。マルシェの内容は3つの部門で構成しますということで、5対3対2っていうのを一応私たちは考えています。
5対3対2の割合というのは直生産者と加工品と飲食という感じです。直生産者というのが野菜とか食品、オーガニックな農産物の販売、野菜、米、大豆、オーガニックな素材、材料を使用した加工品の販売で、味噌、醤油、調味料、パン、お茶、ジャム、菓子で、雑貨はオーガニック天然素材を使用した雑貨およびサービスの提供、医療品、石鹸、ハーブ、オーガニックコットン、アサ、ウールとか、天然素材のハンドメイドのバッグ、靴、財布、オーガニック石鹸のワークショップや、アサタワシ作るワークショップ、ショップなども一応雑貨のカテゴリーの中に入っていると思ってます。で、飲食サービスはオーガニックを材料や、素材とを使用とした飲食の提供、キッチンカー、飲食サービス、ピザ、カレー、ガレットなどなど、はい、コーヒーなんかもそうです。で、空間は参加者が楽しめる心地よい空間づくり、ピクニック感覚、音楽、ワークショップ、工作コーナー、プレイパーク、こんなことを考えたいなと思ってます。はい、で、ロハスでイメージとしては、ロハス、楽しく、ワクワク、おしゃれ、みんな笑顔、みたいな、そんなものを目指してます。はい、次のページお願いします。次のページお願いします。ページ。あ、なってる、ごめん。マルシェの内容、継続的な開催で、一過性のイベントに終わることなく、大小のさまざまなマルシェを開催し、継続的な運営を目指す。で、フラッグシップ的なマルシェとしては、まあ、第1から中規模、年に数回、せいぜい月1回とか、でまあ、例えばどんな場所かっていうと、グランテラス筑西県政公園っていうのは、それでどういう再、どういう内容かというと、最新情報に出会うとか、オーガニックを知らない人への情報を発信。で、小規模なマルシェ。まあ、いわゆる私たちが先月から始めたカズネマルシェなんかそうなんですけど、こだわりのある人、オーガニックを日常的に取り入れてる人、日常的なマルシェ、毎週定期的決まった場所で開催、理想は毎日やってるっていう、まあ、前、志田さんがおっしゃってた、毎週どこかでここに行けば卵が買えるみたいな、そういうマルシェがあるといいなっていう、そういうのを、を目指したいなってことですね。例えば固定の場所、神社とか公園とか、まあまあ風の家、これは実は4月から始めました。はい、で野菜を中心に生産者が直売で移動販売、あ、もうここでもう野菜バスの話とか一応してたんですよね、プレゼンの時に。はい、で生産者、農家さんとのお話し会を、まあ、やっていけるかなって言ってて、これは、生産者、農家さんと消費者をつなぐ仕組み作りをしていきたいっていうのを考えてます。はい。で、次のページが、一応出店条件っていうのをこういうふうな形で皆さんにお願いして、しますっていうことでグランテラスに話した内容です。野菜部分は有機栽培、完全無農薬、動物性堆肥使用でも硝酸体窒素の知識を持っている、自然栽培、自然の完全無農薬、肥料不使用、環境保全型農業とは野菜の持つ物質環境循環を生かし生産性との調和に留意しつつ、土作り等を通じて化学肥料、農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業、いわゆるそういう農業をしているところを出店者としてお願いしたいと考えています。で、飲食部門は一品以上オーガニックの素材もしくは材料を使用することを最低条件としたいとしています。はい、で、雑貨部門は地球と、心身に優しいもの。まあ、それでロハスであるっていうのが一応で何て言うんですか、柱として持っていきたいなと思ってて、まあ、いわゆるロハスとはライフスタイルオブヘルスアンドサスティナビリティで、いわゆる SDGs の元になるような思想で、心身の健康、持続可能な社会や地球環境を無理なく追求する心豊かに暮らす生活のスタイルの意味で、目先の利益よりも10年後、100年後の地球を見据えた暮らし方。
で、これは1990年代にアメリカの中西部、コロラド州ボルダーから生まれたビジネスコンセプトなんですけど、日本では結構2000年入った頃に外言なんかがちょっとファッション的に取り入れて雑誌とかで、だからちょっと意識高い系の人たちにはロハスって言葉をわーって言ったんだけど、一般人には全くその時はあんまり意識されなかったっていう、そういうのがあるんだけど、もはや今はもう SDGs っていう言葉の方が新しいしですけど、まあ、思想っていうか考え方としては同じっていう感じですね。出店条件はこれある程度できるだけ会いに行くっていうのも、あ、もちろんもちろん、私たちで会いに行く、今ちょっとここマイクオフになってて、そっちで話してもいいですか。はい、出店条件一応書いてますけど、基本は農家さんに直接会いに行って、どういう風な作り方をしてるかっていうのをすべてお聞きして、その上で食べてみて、もちろん試食をしてそれでお願いしますということで、一応お話ししていきたいなと思ってます。そういう風にちょこちょこどこにでも行きます。はい、これを一応もうだいたい6月中ぐらいに固めないと、いろいろ今後に差し障るので、ちょっと急ピッチで進めたいって感じです。はい、で次、一応まあのあれか、観光の方の大まかな分類っていうのは、まあ、一応こういう観光栽培と有機栽培と自然栽培っていうの、この3つがあって、まあ、COP で扱わない有機栽培とか自然栽培ですっていうことを言いたかったんですね。そうそう。はい。で、そしたら皆さんがスーパーで買ってるのは、この一番左側の観光栽培ですよっていう、ほとんどがそうですよっていう話なんですね。はい。で、まあ一番、これはまあ、まとめたやつなので、まあ皆さんに報告したように、11月の一番上旬の3日間を一応仮押さえでもキープしていただいているので、まあ、3日最終的にやるかどうかはもうちょっと後になって最終決定はするんですけど、とりあえずそこの日はもうグランテラスもそれで OK になって、もういつポスターできますかぐらいまで言われている状態なので、一応もうやることはもう本当に確実に決定です。はい、ということで一応内容を皆さんご報告いたしました。はい、ですので、こういうふうなに基づいて、で、今日のテーマは、もうちょっといろいろ皆さんに、前も出してもらったように、アイデア、ブレスト的にアイデアフラッシュ的にでいいんですけど、マルシェの演出を考えたいって、面白い。マルシェの演出プランを考えようっていうことで、まあ、要はね、おしゃれで楽しくて、それで一日中過ごせるようなマルシェを、まあ、マルシェのイメージで話してた内容をさらにブレイクダウンして、実際どんなことをやったら楽しいかなとか、この辺の意見をいろいろ募りたいなっていうのがあります。はい、例えばステージをね、どう使うかっていうのがちょっとあって、例えばステージでどんなことやったら面白いとか、この間ゴールデンウィークの時に私は畜生フェスタっていうのを、フェスかいうのを見に行きました。どういうふうにやってるのかっていうのを一応リサーチっていう感じで行ったんですけど、その時はもうフェスって言ってるぐらいで、ステージずっともうなんだっけ、10時から4時ぐらいまでずっとやってたんですよ。なんかダンスとか太鼓とか、なんだ、歌とか踊りとか、まあ、様々な、まあ、高校生から社会人、大人、あとその対抗のグループとか、まあ、いろいろね、それこそ筑西市内の、まあ、市民団体も結構いたのかもしれないけど、まあ、そういう人たちがずっと出てて、司会者さんもいて、まあ、それなりにステージはものほらね、高校生が出てると親とかもいるから、まあまあ、それなりに人はいたんですけれども、いや、こういうのは、まあ、ありはありなんだけど、でもちょっと私たちがやりたいオーガニックマルシェのステージとはちょっと違うなっていう気がして、だとしたらステージってどうしたらいいのかなっていうのが一つ私の中であって、グランテラスのステージって設備的には何もないんですよ。本当にマイクだけはつなげられるよぐらいな感じで全くないので、
無理して何かそういうステージで何か見せ物をやるのが果たして正しいのかどうかっていう、まあ、正しい正しくないじゃなくて、そういうふうな利用はどうなのかなっていう、うん、そうですね、そうですね、そういうこと、そういうこと、そういうで、そういう優しい音楽、うん、心地いい音楽の方がいい意味ではないかと思うんですよね。もちろんですよね、本当にそうですよね、その通り、全くもって。ライブフェイント使ってて、うん、ライブフェイントね、いいかも。ライブフェイントね、確かにあんまり見たことないね。うん、見たことあります。どっかでやってるのって見ました。見ました、見ました。へえ。まあ、ステージに高いじゃなくて、もうお店の間に、うん、ね、個人的なコンサートみたいなゆっくりとそういうのはいいと思います。の方が、うん、だからステージでなんかね、観客と演者ってなるんじゃなくて、練り歩くぐらいの感じでね、いいですよね。ハワイの景色もある。そうですね、あれを見てると本当にそうですよね。心地いい音楽がいつも流れてて、だから別にいろんな同時にあちこちでやってて別にいいかもしれないですよね。うん、そうですね。邪魔がないよね。だからもしそういうようなバンドの心地いいバンドをやってる人がいれば声かけて、うん、そういうようなことを参加しませんか。うんうん、今ちょっと声をかけてるな。あ、はい、どうぞ。私、チベットマントラを歌いながら、マウっていうチームをやってるんですけども、もしよろしければ、そのステージで回せていただきたいんですけど、全然 OK。チベットマントラ？チベットマントラを歌いながら、大勢の女性たちで舞うチームをやってるんですけど、まあなんかちょっと見たことがないのでどんな感じかあるの、ちょっとイメージしてるのがあんまりこう大勢でやるっていう感じは今回なくて、今なんか小規模な人たちにやってもらえるといいのかなってもちょっと思って、ステージの使い方として、ステージじゃなくて音楽とか舞も芝生の上でやったらどうかなっていうのは、芝生の上で裸足で、で、あ、そうそう、女性今ねやってるのこうなんかみんながただ見るじゃなくて、その丸の中に音楽も舞も全部、そう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 、なんかそれがいいかなっていうイメージはどうかなっていうふうにちょっと思っているんですけど、そうなんです。そのあたりはなんか皆さんご意見があれば、はいはい、そうだからむしろ本当にステージはさっきのライブペインティングとか、あとちょっと実現できるかどうかわかんないけれども、ステージではむしろなんかその SDGs に関係のあるものを子どもたちと一緒にっていうか、参加者がみんな一緒になんかこう貼り付けていくみたいなね、まあ、そこはちょっと高田さんの力とかは私たちお借りしたいと思ってるんですけど、なんかそういう勉強じゃないけども、知ることによって、あと参加することによって、それ最終的にちょっとアートっぽくなるとか、なんかそういうのがねいいかなっていうのがあって、でむしろ音楽とかダンスとかはむしろその広場みたいな中でやってもらって、でそのちょっとアートで何かを、作品みたいのをみんな参加して作るみたいなのをステージでできたらいいかなっていうのはちょっとざっくりイメージっていうか、なんとなく思ってることの一つであるんですけど、うん、チベットマントラの内容を少人数で来ていただいて、なんか仕事とかでなんかこう自然の中で待ってるような感じだと、なんかこうオーガニックマルシェっぽいっていう印象がなんか、そう、大丈夫だよね。そう、なんか3、4人ぐらいで、それでいきなりその何時から始めますみたいなアナウンスとかなくて、だから
あのスーさんのそのだあの演者がノリで、あなんかじゃこの辺あたりで今回やってみようかみたいな感じでいきなり始めた。タイムスケジュールとか決まってるかもしれない。なんとなくさあのそうそうそう要するにもちろん、あの、なんていうの、進行上は決まってるかもしれないけど、参加者的にはなんか分かんなくて、いきなりなんか始まったみたいなのが、ちょっと面白いかな、みたいなところがあって、うん。そう。まあ、だからなんか、フラとかもね、なんかそんな感じで、ソロのフラのダンサーとかを、なんかみえちゃんが知ってるらしいので、すごい上手な人がいるとかっていうので、まあ、そういう人とかはいいかなと思ってたりもします。はい。どうですかね、その芝生の上でそういうのをやっていくっていうイメージがなんかオーガニックっぽいかなっていうのはあったんですけど、そのあたりどうですかね。うん、その方がやりやなっていいよね、なんとなくね。そうなんですけど、うん、あのスピーカーでこうバーッと音出してるとちょっとやっぱり、うん、雰囲気がもうこっちに持っていかれちゃうので、うん、なんかそういう感じじゃない方が、うん、いろんな音に困るし、やっぱりなんかこう、本当にそこここで音楽やってたりもするので、うん、なんか楽しい感じ、ナチュラルな感じはどうかっていうのを、うん、方向性的に考えています。皆さんも意見あ、もう全然あのミュート外してあの言ってください。ご意見。そうなんです。ステージの使い方でなんかこんなのいいんじゃない？今沼尻さん。ライブペインっていうでしょ。あとなんかその、うん、私が言ったその SDGs 絡みのなんかこの、うん、なんていうの参加型。ワークショップっていうか、なんていうの、パフォーマンスじゃないか。そんなことできますか、高田さん。なんか、その SDGs をちょっと知りつつも、みんなで一緒に何かをこう張り、例えばこれが SDGs のどこに、あの属するのかなみたいなのをこうはみんなで貼り付けていくとかわかんないけど、まあ、そういうちょっとゲーム感覚でそういうことできたりとかしたの？全然大丈夫ですね。全然大丈夫。高校とかで1校でこの前やったやつとか、ああいうやつでよければ。あ、本当に？1校でこの前講義したんですけど、ええ、SDGs の講義やったんですけど、よければ。あ、そうそうそう。じゃあそんなことはあの参加者と一緒にそういうのをやるってことは全然難しくはないっていう。難しくないですね。はい。わかりました。何か動画あるんで。ごめんなさい。もう一回。パソコン QR 貼るんで、後でそれ見てもらえると。わかりました。はい。じゃあ、あの、はい、個別にご相談させてください。はい。はい、そういうのは可能だっていうことで。ライブペイントは、いいね。静かだし、見て、あの、うん、見るビジュアル的にはすごく、うん、あるし、それはいいかもしれないです。はい、皆さん、あれ、なんだろう、ちょっと待ってるんだけど。こっちもオフにしてる。ワンワン言い出したから。ちょっと宇宙船来ちゃって。そんな音がしてますよ。これ言ったら、これだ、きっと。これが。すごいエコー入っちゃって、なんか。カラオケスタジオみたいになってるんですけど、大丈夫。すごい。なんか、ご意見。あと、お子さん向けのワークショップとかって、なんか、イメージあったり、うん、なんか、マルシェってこういうこと、ね、こういったこと
例えばやっぱりオーガニックのとか自然栽培とかの情報発信、皆さんが、まあ、食べて美味しいのも大事だし、こんなに環境にいいことがあるんだ、人にもいいことがあるんだっていうのが分かってもらえる、といいなって思うんですけど、なんかそういうのってどういうふうにしていったらいいかって、アイディアがもしあったら教えてほしいんですけど、聞こえてますかね、マイクオフの。今聞こえてました、大丈夫ですか、聞こえてます、よかったね。子供向けね、子供とあと お母さん、うん、特にやっぱりお母さん、買い物するのお母さんだと思うので、その大人に向けてでも子供も楽しめる何かこうあるというのかなっていうのはあるんですけど、親子で楽しめるっていう感じですね、うん、ひとみさんとか、うん、はい、あ、そうですね、ひとみさんとか、この間多分畜生フェスとかいらしてましたよね、私なんかちょっとお見かけしたような気がするんですけど、あ、多分お子さんと一緒にいらしてましたよね、うん、そうですね、芝生の広場があって子供が安心して遊べるので、うん、道の駅にはよく行きます、はい、お子さん、親子で楽しめる何かって、例えばどんなものがあると楽しいっていうか。親子で楽しめるもの。そうですね、せっかく広い芝生があるんで、うん、なんか体を使って何か、ゲーム感覚で何かができたりとか、うん、あとは何だろう。ああ、なるほどね。体操とかいいのかな、うん、そういうのもいいかもしれないですよね。うん。なんか別にちょっと先生がいれば、ちょっとやってみましょうみたいな感じで。うん、ね、親子で一緒に楽しむ。そうそうそう。なんか簡単な体操みたいな。うん、なんか、わかんない。何がいいのかちょっとすぐは思いつかないけど。うん、まあ、体操っていうかダンスっていうかわかんないけどね、それはいいかもしれないね、うん、ゲーム感覚で体を動かす、うん、なるほど、そこフラが来たら一緒にできるとか、あ、なるほどね、フラね、うん、それもいいね、フラ体験、うん、ああ、なるほどね、うん、ダンス体験か、プロの体験ね、うん、芝生でいいかも、気持ちよさそう、あ、いい、ウクレレ、ウクレレ絶対欲しいよね、ちょっと友達声かけてみます、いる、うん、ウクレレ絶対いいと思う、ウクレレあってフラいたら一気にハワイドアップするよ、に虹だし、皆さんなんかウクレレの知り合いの方とかいらっしゃらないかな、私もちょっと友達一人声かけてみます、あ、いいですね、ちょっと私もバンド組んでる人がいるから、うん、優しいバンド。ああ、ちょっとその。なぜしぼや、なぜしぼやに。そうなんですか。喫茶店なんて、コンサートを少しやってる人がいるので。いいですね。うん、じゃあ、ぜひお願いします。あとさっきクーニーさんも音楽系は、ちょっと、いらっしゃって言ってたから、ちょっとそれは相談してみましょう。はい。やっぱハワイ方向に近づいてきた感が。ガチャガチャやってるのに。そう、ゆったり、ね、ゆっくり、ゆったりゆっくり、そう、なんか優しい感じで。そう。ハワイ、こうイメージあるのは、いいかもしれない。いいじゃない？別に、そんな虹と、虹と風とっていうんで、別にハワイをイメージさせるのは決して悪くないと思う。うん。で、畜生、海ないしさ、なんかそれで、なんかハワイ同時でちょっと海が行かれるっていうさ、内陸だからね、茨城のさ、あんたこと海がないじゃん。お前ら行くのに1時間半とかかかるんだからさ。モデルとしてね、ハワイのマーケット的な感じで。はい。こんなに前からそう、まあ、そうな、なんだっけ、KGP、うん、そうですよ、あれはすごく
あの動画見たら、あ、行きたいなぁと思って、ね、いいですね。だから、おいしい食べ物あ、もちろんそうですね。そう。ピザの、ピザのね。ピザのキッチンカー。皆さん、そうなんですよ。東京からピザのキッチンカーが、あの、大前さんのコネクションで来てくださることになったんですよ。もう、バンバンだ。もう、バーイって感じです。うちの野菜を使ったピザを。ね。そうそんなことで。ものまぐさんでしたっけ？はい。まあ、あの、その方にも声かけてます。あ、はい、うん。はい。いいですね。やっぱりお昼ね、おいしいものを食べたいですからね。うん。うん、あれ？あ、もぐもぐさんってあのお菓子だけじゃないんですか？今は。あ、サンドイッチ。おお、すごい、うん。じゃあ、それはいいね。いろいろあるね。なんかこんな感じで。いっぱい美味しそうなのが今ね。たこ焼きやったね。そう。一人がこんな、そう。まあでも、ちょっとなんか、やっぱり半年以上もコロナで休んでたらしいよ。つい、ね。つい、あの、つい最近っていうか、3月末だったかな、に始まったっていう感じで。やっぱり、食べ物、野菜、食べ物、音楽みたいな感じなんですね。そうですね。ああ、もういいなぁ。雰囲気がね。もうお金はなくてもハワイに行きたいって書いてある。まあでも、ハワイ自体は今、多分観光、入国、日本人特にできないので、全く大変な状況にはなってるらしいですけど、うん、ね、徐々にっていう感じで、ね。まあ、ハワイをちょっとでも感じましょう。ね。うん、飲み物あるね、うん、飲み物オンリーのキッチンかドリンクかっていうかもありっちゃありだよね、うんうん、確かに、うん、これはあのもぐもぐレディー美味しいあドリンクもあそっかじゃあもぐもぐレディーさん絶対ちょっとキッチンかっていうか飲食で、うん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 、ああさすがだ。じゃあもう、もぐもぐレディさん、飲食で参加してもらうように、うん、もうぜひ。そうですね。あとは、私たちの方では、青山のロースイーツの方とかにお会いしに行ったりもしています。うん、はい、はい。一応、今日もね、カムに来ていただいて。うん、ロースイーツっていうのは、火を使わないんですね、うん、酵素が死なないような温度で調理をしたケーキ、体にすごくいい、やっぱりオーガニックの素材とかしか使わないような、そういうシーズンなんですけど、そういう方とも今つながってきてますので、はい。もぐもぐレディーさん紹介します。はい、お願いします。見に行ってください。はい、はい、近くから近くから。はい。ありがたいです。はい。はい。じゃあ水垣さん、はい、お願いします。すみません。今までちょっとお聞きしてて、ちょっと私も少しだけアイディア見つかったんですけど。あ、もちろんです。はい。はい。今、食品ロスっていうのも問題になってますし、食品ロスですね。で食品ロスをなくすための取り組みっていうのも SDGs に入ってますので、はい、そういうところの食品ロスを
ていうか食品の余ったものとか野菜の半端になったものとかの何かこうあの調理方法だったり教えるのと、まあ、あのみんなのアイデアを伺ったりいろんな人のアイデアあると思うんですけど、あのこちらから提供するだけじゃなく受けるっていう双方向の情報交換ができたらいいなって思うのと、まあ、あとそのせっかくこのマルシェをやるのでどういう効果があのマルシェをあの有機野菜を使って体に入れるとどういう効果があるとか、そういう、まあ、ちょっと学びのところも入ってたらいいのかななんて思いました。もちろんですよね。すいません、うん、はい、すいません、以上です。ありがとうございます。学びのブースみたいな、それはね、一応多目的室をそういう学びのブース的で、あそこキッチンもついてるので、あの一応日曜日は子ども食堂さんがあのなんだっけ、梨の、ありのみのお声がきまして、日曜日だったらできるっていうお返事をいただいてるので、日曜日はそこの多目的室の調理室も含めて、アリノミさんが子ども食堂みたいな感じで出店していただき、もちろんそこで食べることができるっていうのをやりたいなっていうのを考えてるので、あでもアリノミさんは1日しか出れないので、例えば土日とかってやった場合は1日はそこで例えば食品ロスをしないためにエコアイデアレシピみたいな感じなものを、まあ、事前になんか募集しておいて実際それを作ってみるとか、なんかそういうこともできたら確かに楽しいんだけれども、実際そのフードロスのロスの食材みたいのをどうやって集めるかみたいなのはちょっと一つ あるっていうか、そこはちょっと考えなきゃいけないっていうのはあるんですけど、まあでも逆にレシピだけを紹介するっていうコーナーでももちろんいいかもしれないので、まあ、そこはそういうのもやっぱり、絶対その SDGs 的に、あと日本はこんなちっちゃな国なのにアメリカに次ぐ2番目にフードロス大国なんですよね。なのでそういう無駄を絶対なくしていきたいっていうのはすごく私も感じているところなので、やっぱりそういうのは入れていきたいなと思ってます。あの本当に情報発信はしていきたいところでもあるし、それはただ情報発信しただけで情報が貼ってあるような感じでつまらないのだと結局、そうなんですよね。あの本当に読む人は読んでくれるけど、多分ほとんどの人が読まない。読んでも読んでも読んでも、はすごいもったいないので、今、三塚さんがおっしゃっていただいたように、何かこういうレシピで一緒に作ったりとかは、すごくいいなって思う一方で、じゃあ、それを誰に言ってもらうかという問題が出てくるので、そうなんですよね。はい、ぜひそういう方がいらしたら、つないでいただきたいなっていうのもありますし、はい、本当まず、その情報発信が、下手だって結局効果がないのかなっていうのはちょっとあるんですよね。なので、そこはすごくちょっと考えて、企画として詰めていかなきゃいけないところなのかなっていうのは思いました。うん。そうですね。どんなか本当にそのやってくださる方がいらっしゃるといいなっていう感じで、私たちは多分運営とかしてなっちゃうので、私たちやりますとは言えないので、ちょっとその昔からの発信に実行するのに、はい、ただ情報発信のブースは作りたいねっていう話は、まあ、最初からね、そう。としては言うので、どういう形でもしていったらいいのかなっていう、まあ、楽しくみんなが自然に、オーガニックってやっぱいいねっていうふうに思って言ってくれるものがいいなっていうのは。ありますね。そうですね。そうなんですよ。展示されてては誰も見向きもしないからね。まあでもそこはちょっと課題としてどうやって発信するかっていうのはちょっと考えていきましょう。はい、はい、ぜひ、はい、お願いしたいところです。そうですね。貴重な、ありがとうございます。はい、はい。はい。
他、坂本さんとか、なんかいかがですか、はい、何かアイデアいろいろありそうな感じ。あのちょっと元に戻るんですけども、はい、あのグランテラスを借りるお金っていうのあるんですよね。借りることになる、お金かかるんですよね。グランテラスはもちろんあのかかりますよ。出店料っていう形でそれが決まってるものがあります。それはあの今リサーチをしていて、ほぼほぼ例えばキッチンカーだと1日5000円っていうのがかかるっていうのは分かってます。あと広場で物販は1500円とかっていうのは、あそれは、うん、あの今出店に向けての、資料作りっていうのを始めてるとこなので、それは取りまとめ。ただあのやっぱりグランテラスは官民、半官半民っていうか、あの、普通のイベントスペースとかのようにこの1日借りて何万とか何十万とかっていうものではないので、そこは多分あのハードルはかなり低く、普通にの人も出店ができ できる範囲ではあります。はい、あの3日間予定で、3日間なんですよね。はい、3日間やる予定なんですよね、マルシェは。あ、3日はね、今ね、3日は押さえてますけれども、ちょっと3日はやっぱりやらなくて、土日だけになるかも、する可能性が高いです。はい、で だいたい2日借りたとして、どのくらいかかるっていう予想ですか？はい。だいたいどのくらいかかるような感じですか、予想では。あ、だから、例えば、2日間に、お野菜みたいなものを、1テント3メートル ×3 メートルで出店するっていうことですと、まあ、単純に出店料っていう形で考えると、いやそのです、どういうふうに皆さんから徴収するかはこれからちょっと考えるんですけれども、一応2日間だと3000円という形ですね。1500円 ×2 だから、うん、あ2日間3000円ですか、はい、全体借りるお金っていうのは。あ、だからそれかける店舗数なので、1店舗自分が例えば坂本さんが出店されるとかっていう風に なると、はい、例えば2日間借りるとすると、まあ、今分かってる条件ではミニマム3000円はかかりますけれども、あの、まあ、最低考えると、まあ、それぐらいあれば大丈夫っていう感じです。はい、あのこのマルチプロジェクトで一括に借りるわけではなくて、その出店者が個別に契約するってことですか？一括で私たちでやるんですけれども、はい、それはあのだからそれをね、3000円にするのかどうするのかは、これからちょっと売上かけるパーセントにするのかは、ちょっと事務局で考えるんですが、あのそれで皆さんから1回プロジェクトとして徴収して、プラテスにお支払いするのは、蓄税 COP としてまとめて、引き払うっていう感じになるんです。うん、それも終了、あ、プロジェクトじゃないや、イベントが終了した、まあ、要するに日曜日に終了って言ったら、その終了した日にちに払うので、事前にいくらかお金を入れなきゃいけないとかっていうのはないです。それはもうすでにあのグランテラス確認済みなので、そこはないです。はい、で、マルシェやるときに、ブースを出すわけだと思うんですけども、はい、そういう出せる方っていうのをこう知り合いかなんかで呼んでくるわけですよね。それとも全部オリジナルでやるわけですか？だから出店者さんは今そういう形で一個一個あの、交渉中です、はい、で出店者さんがそれじゃあいくらかかりますっていうお話をこうしていくわけですよね。あ、そうですそうです。そうですね。でそれいくらっていうのはまだわからないっていうことですね。あのね、今本当にグランテラスから昨日最終的な回答をいただいたので、それを今本当にお伝えしてるのはこの昨日もらった回答をそのまま言ってるんですけれども、だから、はい、例えば飲食のあの火を使わない、飲食だったらキッチンカーは5000円で、火を使わなかったら2000円か。っていうのはいただいてて、あと普通の物販みたいなやつは1テント1500円っていうのが裸のお金です。お金とか裸のその費用的なものはそれがそのままです。はい。じゃあこうやっぱ出す際にはそこでやっぱり利益上げないといけないわけですよね、出店者は。まあ、出店者はそうですよね。ですよね。だから利益上がるような感じで集客をしていかないと赤字になっちゃうわけですよね。そうですね。もちろんそれは、そこは考えていかないといけないっていうのは、この前回の野原さんのお話、あの
ご指摘にもあったので、そこはやっぱり、はい、だから集客は私たちはもちろん頑張るんですけれども、はい、でやっぱ恒常的にこう続けていくっていうことになると、やっぱそこで赤字出ちゃうと、うん、出店者に2回目来ないですよね。そうですよね、うん、その通りです、うん、ですよね。でまたそこで、なんでしょうね、この運営母体自体が収益を得られるようになれば、まあ、その次次回の予算っていうのを生み出せると思うんですよ。でその予算でいろいろ、あの工夫できて発展できると思うんですね。だからそういうふうのも考えてやった方がいいと思うんですね。あ、その通りと思います。はい、だからそこはちょっといろいろ予算組はこれから考えて、まあ今日はちょっと志田さんとかいらっしゃらないんだけど、その県の助成金とか、もう去年確かコロナのあれでイベントに助成とかプレゼンとか企画が通れば、やっぱりいくら1000万だかのその助成するみたいなのもあったんですよ、茨城県で。だからそういうこともなんていうかリサーチしつつ、私たちは継続的に考えたいので、まあ、これこれこういうわけでっていう形で、まあ、そういうところにもプレゼンして、まあ、予算は助成金とかをそういうのをいただけるものはなんとかそういうふうに組み込んでいくっていうのはもちろん考えてます。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、坂本さんとかも何か出せれる可能性とかありますか？いや、僕はその何も持ってないんで、ちょっとお手伝いに行く感じだけなんですけども、まずはい、ぜひ出せないお手伝い自体も非常に多分いただきそうなので、ぜひ、はい、ぜひお願いします。はい。何、はい、か本当にそういう農家さん、勇気っていうか、まあ、そういうやってらっしゃる農家さんで、ここいいよみたいなところもあったら、そういう情報も常に募集してるので、はい、はい、そういうのも教えてください。インプットをお願いしたいと思います。はい、で、そのやっぱり広報活動っていうのをしていかなきゃいけないんですけども、その広報活動をするにあたっての、はい、やり方っていうのはありますか、何か。やり方、まあ今ミニマム普通に考えて、やっぱり専用のサイトを作っていうのは最低やらなきゃいけないなって、あとチラシとかポスター、それとそうですね、そういうことは考えてます。四つ葉生協さんにご挨拶伺って、まあ私も会員なんでお願いして、それとあとまあ森の扉さんにもお願いしようとは思ってます。だからそういう会員持ってらっしゃるところに、その会員向けにポスティングとか商品配るときに一緒にいるじゃないですか、この中に入れてもらうとかいうことは考えてます。はい、一応僕の考えですと、はい、まあ、チラシとか SNS とか新聞広告、プレスリリース、行政広報式なんかに、はい、これはまあ利用してやっていくというのと、またタイアップということで、はい、まあ、JA 農協でしょ、まあ、三つ葉生協、コープ、パルシステムの広報誌っていうか、会員 の雑誌なんかに、まあ、宣伝広告を載せていただけるようにするとか、また協賛という形で、まあ、ある程度こう高い理念を掲げて、それに協賛してくれるということで、やっぱさっき挙げた、まあ、農協でも三つ葉生協でも、コープ、パルシステム、まあ、地元の新聞社、飲食店とか病院、介護施設、まあ、農業関係とかオーガニック関係、またその他地元の企業なんかで応援してくれるっていうところからは、まあ、協賛という形で、まあ、もらえると思うんですね。まあ、そういうふうな、はい、作戦というか、そういうのもやっていくといいんじゃないのかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。坂本さんって、そうです、新聞関係詳しいですか？もっと新聞社じゃなかったですか？まあ、もっと新聞社ですけども、まあ、そういうふうな、まあ、僕はフリーなんで、なんですけども、はい、新聞社、はい、新聞社に勤めてたときは、そういった地元の人のプレスリリースっていうのを集めて、まあ、ただで、まあ、載せるスペースがあるんでね、まあ、そういうとこ取材したりとかってやってはいたんで、そういうので、こちらからお願いしたら載せてもらったりできるのか、新聞とかって。できますよ。どうやってお願いします。プレスリリースが必要ですよね。まあ、当日に取材に来てもらうっていうのもあるんですけども、まあ事前に何かしら宣伝みたいな告知っていうのも
またその新聞、まあ、編集者の考え方によっては可能です。まあ、難しいですけど、はい、点の方は。あ、当日取材っていうのは簡単ですけども、まあ、そこは編集者の考え方だと思いますので、はい、まあ、地元の新聞社の方に聞いてみるといいと思います。はい、わかりました。茨城新聞一回取材されたから、その人にコンタクト取ってみよう。風のある潮に来てもらいます。そうだよ、ね、まずね。11月やりますっていう。そういう、そうしよう、まずね。そういう取材の人になれたらありがたいですね。病院とかもすごいいいアイディアだなって思いました。病院 ね, ね、病院とか福祉関係の方とかやっぱり知ってもらいたいなっていうのもあったので、すごくいいアイディア、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、高齢者施設とかね、あと、うん、企業の倒産っていうのどうしたらどう急にお電話して、行っていいですかって、行っていいですかっていう言い方はしないですけど、そういうものでぜひ説明して、あの、こういうことやらないので、お話を伺いたいんですけどって言って、行くんですか？なんか、そのイメージがつかなくて。こういうのは多分一番簡単なのは、あの、新聞とか媒体持ってるとこと、あの、組んで、あの、協賛広告っていうのがあるんですよ。一口5000円で、オーガニック、はい、あのなんだマルチプロジェクト応援しますっていう広告を新聞に出すっていう形で、はい、一口いくらっていう協賛をもらって名前も出すという形で、はいはい、まあこっちの収益にするという形にもできる、まあやり方いろいろあるんですが、はい、まあ協賛くれた方たちはまあスポンサーということで、あのイベント開くときに、まあ、大きくなんか文字書いて垂れ幕作ってあげるとか、はい、まあ、そんなことでやるのがいいんじゃないですか。なるほど。まあ、それはあの お話ししてみないとわからないですよね。うん、企業だから、そしたらいいよって言ってくれる可能性もあるし、うん、こういうふうなオーガニックに興味がある方たちっていうのはどんどんやってくれと、もう金出すよというふうに言ってくれる方も必ずいると思いますんで、うん、そうですよね。そこはやっぱ、うん、足でもう歩かないとわかんないですね。そうですよね。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。私も協賛金を取りたいなと思ってるんだけど、ちょっとそれはリサーチがまだ足りなくて、どこへ行くかっていうところと、そう、そのご指摘その通りです。それをちゃんと、だから協賛金とかある程度取れると、本当にちょっと、あの、事務局としては運営が楽になるから。そうしたら、いろんな足を運んで、説明会。ああ、説明会で、ね、すごい。であの広告出す人の時に協賛してくれた人の会社名をこういうふうに、何をやってる会社でっていうのを北の方に、まあ、ここが協賛金です。一律じゃあ、3500円でお父さんをやりましたということも可能です、ね。そうですね。もし、ほら、私と友達の動画を見てるから、そこで、来てもらって、説明を、ぜひ、調査をお願いします。こういうプロジェクトをやる予定ですとかね。いいね。やってみたい、ちょっとそれ。やってみたいね。どこも社員40名ぐらいいるから。やろうか。やりたい。ぜひセッティングして、さっきそういう協賛金取りたいよね、それでね。そういうのは可能。はい。次世代の子どもたちに教えていきたい。うんうん。ぜひ企業の方から、うん、お願いしたいと思ってます。はい。ありがたいです。はい、じゃそれは説明会をやりましょうということで、はい、あのひとみさん、あの市の公園みたいなのっていうのは取れるんですか？あの虹のマルシェとかよくチラシ作った時に、あの今の、ね、共産企業とかもそうだったんですけど、公園自生精神に書いてあるのがあるじゃないですか。例えば子どもたちへの
食育なんていうことで、はいはい、保育委員会に、うん、はい、講演もらったりとか、はいはい、教育委員会の講演をもらえれば、あの学校関係子どもたちに、うん、あの配布してくださいなんて言ってチラシの配布なんかもできると思うんですね。はい、あの子どもとしてお母さんたちもチラシを見てくれるので、うん、教育委員会なんかの講演がもらえればいいかなっていうのもありますね。それはどうやったらいいんですか？もらう方法、まずどう、イベントが決まって、はい、形なんかが決まったらば、教育委員会の方に行って、こういうイベントをやるんですけど、教育委員会で講演もらえますかっていうような話をすれば大丈夫だと思います。はい、以前もあのイベントなんかで、内容のイベントをやるので、教育委員会の講演もらえますかってことで話をしたことがあるので、はい、で、まあ、オーガニックなんで、子どもたちの食育とか、そういうのの関連になると思うので、教育委員会の講演はもらえるんじゃないかなと思います。教育委員会さんの方に直接ご連絡を取って。そうですね、もし、ある程度、うん、話が決まれば、私の方から教育委員会の方にこういったイベントがありますのでということでお話をしますので、そしたら、はい、一緒に行ってイベントの内容の説明とかしてくだされば大丈夫かなと。ありがとうございます。じゃあそれぜひお願いしたいと思います。こちらも早急に固めます。はい、よろしくお願いします。いろいろじゃあロータリークラブで説明会と教育委員会の講演を取るためのプレゼンに行くと。はい、わかりました。ありがとうございます。それはじゃあお願いいたします。そうはね、なかなかどうだ、やっぱりね。高田さんから今、はい、チャットの方で、うん、さっき送るって言ってください。うん、あ、これを QR コードを読み込む。皆さん、ちょっとことの方をご覧になれますかね。これを SDGs の QR コードくださって。どうだよ。さっさと地方創生カードゲーム。すごいな。あ、そっち出てる。流してください。これは総合学習の一環で SDGs 地方創生について学ぶことで、筑西市の魅力について知り、地元のために自分たちに何ができるかを考えてこれを行っています。すごい。SDGs とは2015年生活の国連サミットで採択されたら、国連サミットで採択したことがあるんですけど、169の小目標で構成されています。下田メイン校では、高等部中等部ともに SDGs について学ぶ授業を実施しており、この日は中等部においてカードゲームで SDGs を体験し、地方創生を考える授業を行われました。今回の授業は、その持続可能な社会を作っていくためにいろんな立場の人がいるので、お互いの立場を考えながら、いい社会を作っていこうと、それをゲームとして学ぶという内容になっています。このゲームは、行政と個人の立場に分かれ、それぞれの役割を与えられます。行政の担当者には、負担を町を良くすることをゴールとして提示されます。町で活動する市民には、町工場の経営者、一市民など、さまざまな役割が与えられます。それぞれがどのように活動し、どのように町に働きかけていくかを考えていきます。
すごい盛り上がってるね、なんか学生たち。非常にいい体験ができたんじゃないかなと思います。今後なんですが、こういった体験をもとにして、この市の方と連携をしていって、でそして実際にその今度は活動をしていくというようなことにつなげたいと思っています。以上、地域の話題をお送りしました。こんな感じです。 ありがとうございます。すごいなんかあれですね、学生生徒さんたちすごい盛り上がってましたね。かなりやっぱり力入れて関心が高くなってるっていうことですよね。なんかでもなんかちょっとでもそういうもっと簡単なゲームができるのか、ちょっとそこを小林さん改めて相談させてください。はい、もっと小学生でもなんか僕ビジュアル的にすぐ分かって、なんかパパッとできるような簡易化できるようなものができるかどうかがちょっと今すぐは思いつかないんですけど、ちょっとそこを相談させてください。でもなんかできたらすごい楽しい。親子で一緒にやってもらえるといいなって話も、そうだね、それいいよね、すごくいいと思います。それはぜひちょっと一緒に考えてください。お願いいたします。ありがとうございます。はい、退出させていただきます。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、他何か皆さんもういいですよ、どんなことでも、特に何とかっていうのはあれですが、ちょっと今日参加できなかったんですけど、こちらが今考えているのが、朝タワシとアクリルタワシってあるんですけど、ちょっとうるさい話ですけど、マイクロプラスチックの問題とかもあるので、朝でタワシ作ったらと、編む感じを作ったらどうかっていう話が出ていて、で朝タワシのワークショップをやってもらいたいなと思っているのと、あとは子供向けの造形教室をやってる友達がいるので、その方に頼んで、オーガニック要素を入れてもらって、何かできたらいいなっていうのは考えてるんですけど、もしそういう企画を、時間的にこういうふうに、1日で。ね、もうじゃあそのイベント、次のイベント、言ったら、私の方でできるのは、有機野菜栽培法。めっちゃいいじゃないですか。それは要するに水方さんが言ってたので、栽培方法っていうのを、例えばそれは、公園みたいな形でやるの、品目を、じゃあ
何々にして、うん、この災害をするにはどうしたらいいかっていう、うん、それを何その日に上乗せして、それをお家で育てられるか、まあ、そこもできないけど、その時にあるものだったらね、うんうん、すごい、すごい、やりたい、ねやりたい、うん、ね、好きな人、まあ、そうできないことはない、やっぱ有機栽培やりたくてもどうやったらいいかがわからない、ね、うん、あ、やっぱりその種子野菜の種類によって栽培技術が全然違うから、うん、だからそういうものをやっぱり学ばないと、あ、自分で経験しないとわからない、坂本さんも来てやるよね、坂本さん先生だったら聞きたいと思いますよね。大谷野菜の育て方だそうです。まあ、何ですか、育て方が。オーガニック野菜の育て方っていうのを、野菜によってその栽培の技術が全然違うので、その時に11月に例えばある野菜の苗を、あの、見本として、この野菜だったらこういう育て方がいいよっていうワークショップを大和田さんだったらできるので、まあ、それをやっていただくっていうのはどうかなっていうの、すごくいいって今こっちで盛り上がったんですけど、坂本さんもこういう、え、それだったら参加されるんじゃないかな。あ、ま、僕はちょっとワークショップ開くこの技術がないんで、まあ、ちょっとお手伝いします。大和田さん先生なので大和田さんのお手伝いをしたいと思います。大和田ボスが先生で来てくださいものすごいスペシャルですよね。どっちかというと、生産者とかの子、あんまなきゃいけない。いや、家庭でできるってことですよね。それを教えてくださるんですか。簡単にできる。それすごくいいじゃん。うん、もちろん。すごい。一番簡単なことは、少しの空間でできるの。それいいよ。それが一番簡単です。それはすごいです。そういう大先生が。ひじきりをやって、で、虫はどういうふうに対処するのか。何、うん、ね、うん、を戻すのか。あ、じゃあそれ例えば、え、その、例えば、広場の一部みたいな感じで。ステージか。ステージか。ステージか。いやいや、なんかね、あの、ほら、子供を子供がやるところが一日なんでしょ、はい、その一日のところで、ここにちちっとたくさん集まるわけじゃないから、子供のある人が、いや、何時からそういうふうにやりますよっていうのは、それは来ますね。ね、野菜をここに置いておいて、それはどうやったら有機栽培で育つことができるか。ああ、なるほど、それはいいですね。やり方だったら、教えることができる。あ、そうか、時間によって、あの、1日に3つぐらいをね、ね、そしたら、まあ、トマトか何か、何か、2個ぐらい、2個ぐらい。午前の午後の部ぐらいが出てからお願い。そうですね。それはいいね。あの、技術は、ちょっとした技術だけども、みんなに教えることができる。素晴らしい。交代で、交代で参加する。誰かほら、動画撮ってもらって、ね、後で絶対それを通称できるっていうね。いいね。いいですね。あ、ぜひやってほしい、それは、本当。お願いします。もうなんか、うん、すごい。うん、ちょっと企画考えて。言っちゃった言っちゃったよみたいな感じで、ね、あ、それはすごいですね。親子で参加できるし、本当、本当か、うん、ね、いいよね、うん、せっかく大間に本当、山頂、本当だよ、4丁って、しかもそれ育てたら本当自分で家庭菜園が大ぐらいな肉になって食べれるってことだからね、うん、すごいね、それ素晴らしいです。ありがとうございます。今日一番のヒットです。そうだ、そんなに、あの、そばにいたのに、それ全然思いつかなかった。
浜田さんはいろいろ、さっきいろんな11月はどんな野菜がありますって、みえさんがいないときにすごい聞いて、いっぱいいろいろあるっていうのはすごい分かったんだけど、フルーツもいっぱいだし、それだけですごいワクワクしてたので、ね、さらにこれ楽があったらもう本当にそれはすごいわ。あですね。まあ、栃木の野菜。ああ、すごい。ああ、そうか。お店も。はい。大阪。宝が咲く。そう、宝が咲く。大阪は。悲しいです。すごい。これも証拠。はい。ありがとうございます。いろいろまたやることが。そうなんだよ。見えてきて。そうだね。ちょっといろいろやることがてんこ盛りになってきましたが、はい、ありがたいです。皆さんの意見やっぱりね、私たち2人もう2人だけでやっぱり限界があるので皆さんに助けられてます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそろそろ時間もあれなんです、まとめなんですけれども、いろいろ本当に意見ありがとうございます。そしたらこれをまたまとめて、今回はちょっと早めに議事録としてお送りしたいと思います。なので、別に今日でこれで終わるわけじゃないので、また何か思いついたらいつでも、はい。あ、ごめんなさい、大変失礼いたしました、はい、まあ、それは皆さんから常に募集しているので、ぜひいろいろご意見を、募りたいと思ってますので、あと例えば今日はさっきおっしゃっていただいた音楽家の人を知ってるとか、こういうことできる人を知ってるとか、そういう演者さんとかね、協力可能性がある方の情報っていうのはぜひ教えてくださったら、私たち時間作って会いに行ったりとか、少なくともこういうズームを通しててもいいので、直接お話しする機会を持ちたいと思いますので、その辺のご協力もぜひお願いしたいと思います。はい、それでは次回はまた6月の、これごめんなさい、皆さんにお配りしたレジュメの日付が間違ってるんですけど、何日って言ってますか、はい、6月26日土曜日、同じく15時から、それで午前中10時からはまた風のマルシェ、風の家でやってますので、お近くの方、近くなくても車で来られる方、ぜひお待ちしてますので、また来月、お会いしましょうということで、はい、何かじゃあ最後に一言ずつね、お願いします。次の6月の野菜はヤングコーンです。大事な情報。ヤングコーンが非常に美味しいものが出来上がってますので、その時もったいないなと思います。はい、ありがとうございます、楽しみです。そのまま生でも食べれるんですよね。やったー、盛りはないです。おお、炒め物とかもね、美味しいですね。はい、じゃあそれを楽しみにしたいと思います。はい、じゃあ一言お願いします。はい、話せば話すほどこう楽しみが増えていくなっていう感じが今してます。何しろお野菜が美味しいんだよっていうのが伝われば最高ですし、もちろんそのさっきお話が出ました有機野菜の作り方が知れたら、もっと身近に感じるんじゃないかなと思うので、ワクワクしてきます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと誰が出てるのかな。あ、はい、じゃあ、すみえさんお願いします。はい、かなり本格的なマルシェになりそうなので、ちょっとすごく楽しみになってきました。はい、私も良いものを提供させていただけたらと思います。あ、本当に、またどんなものが出るの、ね、リネの、あ、やってくれるんですよね、風の家でリネのクロスを、展示会って感じじゃないかなっていう感じなので、リネのクロスでいいんですよね。うん、そうですね。ちょっとこの辺お話ししてもらっても大丈夫ですか。リネン、洋服を作ってると結構歯切れが出るんで、その歯切れを今まで欲しい人にあげちゃったり捨てちゃったりしてたんですけども、それを活用してちょっと簡単なクロスとか
簡単な三つ折り仕上げじゃなくてロック仕上げで簡単に作ってお安い値段で皆さんに提供できたらなって、うん、ありがとうございます。じゃあそれは次回の風のマルシェで持ってきていただけるってことですよね。はい、私からちょっと勝手にふーちゃんの報告をさせてもらうと、あのこういうリネンの服を作ってるんですけど、あのこれおしゃれで作ってるだけじゃなくて、ふーちゃんはすごくあの体とか心にもすごくリラックスしていいっていうことで、あの本物のリネンだけを仕入れて、それを全部水通し、縫う前に水通し全部して作ってる、すごく心ある一般社さんで、実はあの外国のファストファッションと言われる自己集合とか、そういう問題も実は考えて、このリネン服を作ってらっしゃるんですね。これもすごく控えめな方なので、自分でそういうことをおっしゃらないのがまたいいことなんですけど、それは表には言わないで、でも女性たちが輝いてほしいっていう、そういうコンセプトがあるので、それを全面出して作っていらっしゃるんですけど、実はすごく影には、本当熱い心がたくさん詰まっているので、はい、ぜひ11月のマルシェに出てもらいたいなっていうのを私は本当に楽しみにしましょう。はい、ではありがとうございました。はい、じゃあ坂本さんお願いします。はい、まだ11月まで時間はありますので、これからですね、まあその時間を大切にしていろいろ戦略練って、まあ、動いていって、あのいいものを作っていきましょう。はい、以上です。はい、いろいろ戦略練る のヘルプお願いします。ぜひご協力お願いいたします。はい、ぜひ、はい、相談乗ってください。お願いします。あの個別にまたご連絡します。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ高田さんお願いします。話しますと大丈夫ですか、高田さん一言。あ、高田さん、はい、高田さん一言お願いします。はい、今日はありがとうございました。いや、ありがとうございます。あまり僕実は前回の流れとかも分かってなくて、まあ、今日ちょっといきなり参加ということであまり掴みきれてないところがあるんですけど、まあ、これからね、皆さんと協力して、まあ、何かいいもの作り上げられたらなと思ってます。はい、あとで、まあ、もうちょっと前回の振り返りっていうのをあともうちょっと詳しく教えていただけるとアウトプットしやすいので。はい、わかりました。あの前回 の, あの、過去のは動画もあるのでそれ個別にご連絡いたしますので、はい、じゃあそこで、はい、あと SDGs のこともちょっともうちょっと詳細知りたいので、はい、あの、はい、一回あの個別で打ち合わせさせてください。よろしくお願いします。なんだったら風の家で一回仲間打ちだけでやっても、あ、はい、もちろんです、もちろんです。やりたいので、はい、ぜひぜひお願いします。はい、楽しみ、それは楽しみ。ありがとうございました。今日は忙しいところ、はい、はい、ありがとうございます。ひとみさん、ひとみさんいらっしゃいますか。はい、はい、はい、じゃあ最後に一言お願いします。はい、11月のマルシェがあのより具体化してきてますます楽しみになりました。皆さんと一緒に素晴らしいマルシェになるように頑張っていきたいなと思っています。またありがとうございます。風のマルシェとまたお話し会楽しみにしてますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ここはこそひとみさんにあの個別にそうやっていろいろあのご協力いただきたいことがここも出てくるので、はい、またちょっとその都度ご連絡しますのでお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん時間ですので今日はこれで終わりたいと思います。じゃあまた来月1ヶ月後にお会いしましょう。あの個別に皆さんにね何かご相談とかっていうのはここそれぞれでまた別途ご連絡させていただきたいと思いますので、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。それでは皆さん、お会いしましょう。はい、失礼します。失礼します。私たち